皆さんこんにちは、ミカです。本日もご視聴いただきありがとうございます。急に蒸し暑くなってきました。皆さんはエアコンの準備はしましたか？朝洗っておいたフィルターが乾いたので、お昼ご飯で戻ってきたのぶさんにフィルターを取り付けてもらっています。背が高いっていいなって思う瞬間です。私は身長153センチなんですけども、あと10センチ身長が高ければ見える世界が違うだろうなって思うんですよね。我が家は冷房をつけます。今朝朝早くから次男が修学旅行で沖縄に行ってるんです。昨日まで大雨だったので心配していましたが、いい天気に恵まれました。修学旅行中の行動が学校のブログで伝えてくれるんです。さすが SNS 時代、先生のお心遣いに感謝しかない。本当にありがとうございます。また頻繁に更新してくれるんですよ。私まで子供と沖縄に行った気分になれるんです。修学旅行中はずっと安心でワクワクした気分で過ごせました。さて本日は珍しい長男からの夕飯のリクエスト、冷やし中華を作ります。冷やし中華だけでは物足りないので、業務スーパーで買った煮豚とカルディのチモッパも作ります。冷やし中華を作るってなると夏が来たって感じがします。夏といえばクーラーをつけて冷たいものを食べて飲んで靴下を履かないで、知らない間に体を冷やしてしまう生活になるので、夏の方が不調を感じることが多い。実はもうすでに私胃腸の調子が悪いんですよね。これから夏本番に向けて体調を整えていきたいなと思ってます。今私がやっていることといえば、朝晩白湯を飲んで胃腸を温めるっていうことぐらいなんですけども、夏こそ自分の体をいたわらないと冬の体調にも影響があるそうなんですよ。寒い冬を元気に乗り切るために、夏の間に体調を整えるってことが大事みたいです。皆さんは夏の冷え対策でやっていることありますか？あればぜひコメントで教えてほしいです。私は今のところ朝晩の白湯以外無防備になりすぎてしまっています。この動画の後半でも無防備にもノブさん特製のかき氷をいただいております。ノブさんの得意料理はかき氷だって言っても過言ではないなんて調子に乗らせて作ってもらっています。ぜひ最後までご覧くださいね。いつもきゅうりを入れすぎてしまうので今日は控えめにカットしました。余ったきゅうりはたたききゅうりにして食べます。この後まさかまさかの大事件が。最悪なことが起こりました。フライパン空焼きにして黒くなってしまいました。3月に購入したばかりなのに。卵を焼こうとして IH つけた後きゅうりを見たので、たたききゅうりを作り始めてしまったんですよ。最近物忘れがやばい、やばすぎる。やろうと思っていたことを忘れて違うことしているし、自分のキャパを過信して同時にいろいろ手をつけてひっちゃかめっちゃかになっている。最悪にもフライパンが黒くなってしまった。
情けない、毎回失敗したことに反省するけど、反省したことすら忘れるんですよね。人間は忘れるから生きていけるって言葉を聞いたことがあるから、忘れよう、なかったことにしよう。フライパンは黒いけど、人生は何があっても前に進むしかない。私の特技は開き直りなので、特技発動せよ。もしかしたら卵を焼いたら色が戻ってだよね。戻るわけないよね。卵は焼けたしね、忘れようって思わなくてもすぐ忘れられるはず。まあいっか、まあいっか、精神大事ですよね。よし、具材用意完了。麺を茹でる前にチュモッパを作っておきます。カルディのチュモッパの素がないと作れないと思っていたのですが、 YouTube で調べると出るわ出るわチュモッパレシピ。私の尊敬するバズレシピのリュウジ先生も悪魔のチュモッパを教えてくれてました。今度はそのレシピで作ってみようと思います。もうね、しんどくなってきたので一口を大きめに作ります。できました、挟んできました。大きいけど、うん、ニック機叩ききゅうりも仕上げます。あー違う違う、叩ききゅうりには罪はない。美味しく仕上がってね。麺も茹でてお皿に盛り付けます。長男には私の麺を追加して大盛りにします。盛り付けるのが下手なんですよね。お料理の完成イメージは完璧なんですけども、イメージ通りには3回に1回なるかどうかという確率の低さです。テンションを上げるためにお花を作ってみました。家族にも作りたかったのですが、のぶさんにプチトマトを買ってきてとお願いしたら、プチトマトが400円するって電話があり、残念して大きいトマトにしました。400円って高すぎませんか？それではいただきましょう。もう早いものであっという間に7月ですね。皆さん夏のお出かけ予定はありますか？我が家は次男の最後の遠い遠征が滋賀県のようなんですよね。滋賀県には行ったことがないので行ってみたいと考え中です。滋賀県はどんなところなんでしょう？琵琶湖？名物って何なんでしょうね。すごい、これから調べてみようと思います。滋賀県に詳しい方がいましたらぜひ教えてください。いよいよのぶさん特製かき氷作り。サーティワンのコナンくんのコラボのカップを置いといたんですよね。これに入れてもらいます。のぶさんの特製かき氷というよりも、この雪ふわかき氷機がすごいんですが、のぶさんだから上手に作れるってことにしていつも作ってもらっています。手慣れてますね。でもやめる、うん、幸せの黄色、ラッキーを怒ってくれ。例えば白いフライパンが降ってくるとか。よ、かき氷職人のぶさん、お先にいただきますね。アニメ好きなのぶさんにくだらない質問してみます。コナン君のキャラクターで一番好きなの誰？コナン君。あーね、聞いて。
誰か言う、教えたか、誰が誰ですか、新一わかんじゃあよ、新一が好き、誰から新一やわ新一が好き、誰から新一やわそんな、そんな俺も新一やわ、何コンって言うのよ、何コンってだって俺コナン君って新一も入ってあったから、うん、コナン君って答えたけど、うん、2番目誰かなと思ったらあいつやん、タクシーのためになるんでさ、タイトルキッド、タイトルキッド、めっちゃ美味しそう、美味しいわ。アニメの話で盛り上がる46歳中年夫婦なのでした。抹茶ミルク、あっという間の2泊3日の修学旅行が終わり、次男が帰ってきました。お土産もたくさん買ってきてくれましたよ。私はお料理で使うお塩をお願いしていたら、間違えてバスソルトだったようです。母は何でも嬉しいけどね。沖縄といえば海ぶどう。絶対男子は惹かれるやつ。チンスコウもお願いしていたら、いろんな種類のチンスコウ。我が家は今チンスコーだらけです。シーサー体験、もっと可愛いものかと思っていたら、美容オタクのおばあちゃんへのお土産、気が利く次男、いとこに似ているそうでお土産にしたようです。とっても楽しかったみたいです。実は私、学生時代楽しい思い出がないんですよね。だから息子たちが学生生活を楽しそうに過ごしている姿を見ると、自分のことのように幸せを感じるんです。次男の話を聞いて、近いうちに沖縄へ行きたいなーなんて妄想しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできますように。ミカでした。